生成 AI 何でも LT 会にご来場の皆様、こんにちは、マサです。私はエンジニア経験のない一般人男性が AI 漫画アシスタントを作っちゃう話で展示をさせていただきます。こちらのスライドはオンラインで閲覧、ダウンロードができます。スライドの QR コードをご利用ください。自己紹介をさせていただきます。私の名前はマサです。在野の非エンジニアで、仕事では主に発達障害を対象とした障害福祉分野で働いています。仕事の領域はカスタマーサポート、企画、管理、内部監査など多岐にわたっています。プライベートでは漫画を描いています。スライドの QR コードから私のポートフォリオサイトに飛ぶことができます。よかったらぜひ覗いてみてください。私の問題意識は日本の漫画家が早死にしすぎであるということです。漫画を描くのはとても大変です。頭も使うし、体も酷使するし、自己の内面に向かい合う孤独な戦いでもあります。制作過程はとても過酷です。私や他の漫画アーティストが長く健康に作品を作り続けられることを願っています。そこで私はこれまで学んだ漫画のドメイン知識を生かして漫画制作のための AI アシスタントを作って作家の負担と孤独を解消することに挑戦します。これまでのあらすじです。私は2019年頃人工知能と人間拡張に強い関心を抱き始めました。ソフトバンクと東京大学先端技術研究センターの実証実験において重度の心身障害者の支援記録にラベリングを行って支援の未来予測をしようとするプロジェクトの発表を聞きました。データと自然言語処理を活用すれば定性的な未整理のデータや暗黙知のようなものから思考の拡張が可能であることを学んだのです。また同時期にオリー研究所の実証実験である分身ロボットカフェのプロジェクトも体験しました。ローテクなロボティクスが障害者の活動領域、人間関係、自己効力感を拡張するのを目の当たりにしました。テクノロジーは人間の感覚や認知機能だけでなく思考や行動なども拡張していくのだと確信しました。私も人工知能をこの手で動かしたいと思いましたが、コンピューターサイエンスを学んだことがない私は高度の学習で挫折してしまいました。2022年7月にミッドジャーニーがリリースされました。その後すぐにステーブルディフュージョンがリリースされました。私は早速それらで遊んでみて、プログラミング言語でなく自然言語で AI を操作できることに感動しました。今はまだ画像を生成するだけですが、いずれあらゆるものが自然言語から生成できるようになるだろうと確信し、一日に何百枚何千枚と生成して AI との対話を楽しみました。2022年11月には OpenAI からチャット GPT がリリースされました。最初にチャット GPT を触った人は思ったような応答が得られなかったり、何に使えばいいか分からずにすぐに遊ぶのをやめてしまったそうです。しかし私は画像生成 AI で諦めずに何度も AI と対話を試みることを学んでいました。 LLM は単なるチャットボットではなく、ベクトル化可能なものなら何でも生成できるという確信をさらに強めるものでした。私は早速自分の活動領域で LLM を活用することを試みましたが、いろいろな課題がありました。まず LLM は正確な応答を返すとは限りません。このことから仕事において利用することには一定の懸念がありましたが、創作活動においてはむしろ好都合であると考えました。次に LLM がごく短いコンテクストしか保持できない問題があります。コンテクストを保持する方法が必要でした。そして LLM は人間のように対話相手のコンテクストを観察したり、自分のコンテクストと照らし合わせて補完して応答してくれません。私のコンテクストを反映するには全て言語化して入力する必要がありました。創作活動の前提を述べますと、創作行為は分解して小さなタスクとして取り組むことができ、
また小さなアイデアの組み合わせで無限にアイデアを拡張することができます。例えば私はキャラクターのしたいこと、できること、役割の3つの要素をリストアップしてランダムに組み合わせることで5日間で50以上のキャラクター原案を作ったことがあります。小さなアイデアをランダムに組み合わせて奇抜なアイデアを作り出す方法は簡単に試すことができて、とても楽しい創作活動です。生成 AI に一度にたくさんの難しい課題に取り組ませるよりも、小さく簡単なタスクで合格点のアイデアを出してもらう方が生産性が高いと考えます。私は OpenAI API の使い方を見よう見まねで覚えて、 Hugging Face Spaces 上にいくつかの小さなアイデアを生成する生成 AI アプリケーションを作りました。キャラクターのアイデア、漫画の企画のアイデア、物語のプロットのアイデアを生成する AI アプリケーションなどです。それぞれ任意の入力から出力を生成することもできますし、生成 AI の出力を他のアプリケーションに入力することもできます。ここでは生成 AI の出力を他の生成 AI の入力とするということが重要なコンセプトです。生成 AI の出力には満足いくものもあれば、とてもひどいものもあります。それらを取捨選択しながら複数の AI を使って一連の出力を得るアプローチは、複数の生成 AI アプリケーションが私のコンテクストと対話していると考えることができます。また複数の生成 AI アプリケーションを個別に用いるのではなく、生成 AI アプリケーション間で出力をリレーすることで抽象化されたコンテクストを保持しているということができます。さらにアイデアを発展させて、複数の生成 AI アプリケーションに共通のプロンプトを与えることで、複数の生成 AI アプリケーション間のコンテクストの保持性をさらに高めることができるのではないかと考えました。4つの生成 AI アプリケーションにそれぞれ起承転結の4つのパートを生成させて、物語を作る一連の生成 AI アプリケーションを作りました。それぞれの生成 AI アプリケーションには起承転結のそれぞれのパートを生成するためのプロンプトを入力していますが、それとは別に共通のプロンプトを持たせることでコンテクストの保持性を高めています。またそれぞれの生成 AI の出力を次の生成 AI に入力するのですが、この時に生成 AI の出力を選択したり修正したり追加することで、最終的な作品に私のコンテクストを混入していくことができます。この一連の生成 AI アプリケーションを使って、私以外の友人や知人に物語を作る体験をしてもらいました。他者に創作体験を提供できるのも生成 AI の大きな魅力だと思います。 AI の出力を複数 AI 間で相互利用できるようにすることで、さらに複雑な創作を行うことが期待できます。 AI と作家のやり取りを繰り返すことで、より作家性を反映することが期待できます。振り返りです。 LLM がデタラメばかり言うことについては、創作性として活用することができます。長いコンテクストを扱えないことについては、 AI が取り組みやすい単一タスクに分解しつつ、出力を次の AI に渡すことで、ある程度コンテクストを保持しながら一連のタスクに取り組むことができます。作家性の反映については、作家性をプロンプト等で反映するのではなく、生成 AI と作家の対話を増やすことと、生成 AI の出力を作家が修正したり組み合わせることで反映を試みることができます。今回取り組む領域についてです。期待する成果は作家の思考の負担と孤独の解消です。作るものは作家が生成 AI と対話しながらキャラクター、漫画の企画、漫画のプロットを作ることができるものです。私はコードがほとんど書けないので、Google コラボ上で動作させています。要件は漫画の生成過程を分解して構造化し、タスクを個別化すること、生成 AI の出力を他の生成 AI が利用できるようにすること、作家が生成 AI の出力を修正できるようにすることで作家性を反映できることです。まず
漫画の構造を分解して構造化し、各要素の依存関係を明らかにすることから始めます。気合で、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 気合で。ドメイン知識と気合があれば構造化することができます。今回は生成 AI の出力を変数を代入して別の生成 AI に渡せるようにします。そのために全ての出力に変数名を付けます。気合で行います。一つ一つの生成 AI アプリケーションは簡単なモジュールになっています。タスクごとに AI に生成させ、生成 AI の出力を受け入れるか修正して変数に代入します。タスクごとに順番にモジュールを動かして変数に代入をひたすら繰り返していきます。気合です。生成 AI が企画書形式で出力してくれるので、 Google ドキュメントに貼り付けて企画書を作りました。キービジュアルや登場人物のビジュアルプロンプトを出力できるようにしたので、画像生成 AI で出力して貼り付けます。企画書の例を紹介します。タイトルは異世界皇帝間旅行です。ストーリーの概要です。内なる力を信じることで未来を変える能力を持つ主人公が、孤立と自己否定の恐怖と戦いながら異世界を旅し、メッセージを伝える冒険をする話です。主人公は異世界を旅し、メッセージを伝える役割を担いながら自己否定の恐怖と戦い、多様な存在と交流して自己肯定感を手に入れていきます。主人公は時間旅行能力を持ち、異世界と交流することができます。未来を変える力を有し、強い自信を持つことでその能力を強化できます。異世界を旅し、メッセンジャーとしての役割を果たしながら異世界地図を作成することを目的としています。主人公と対立するのは異世界の支配者であり、主人公の力を恐れている存在です。自らの力を維持するために主人公の能力を抑制しようとします。彼は他者の自己肯定感を奪うことで力を増幅させ、人々の内なる力を否定して自分自身を信じさせないことで力を保持します。主人公を導く者は幅広い知識を持った時空を旅する賢者です。彼は他者との交流を通じて共感を与える特別な能力を持っています。この能力を使い、主人公に新たな視点や価値観を提供し、成長と自己肯定感の向上を助ける時空を旅するガイドの役割を担っています。こんな感じで15分ぐらいで企画書が一つ作れます。漫画を描いたことがない人でも作ることができます。企画書からさらにプロットを作るところまでデモを作ったのですが、こちらは精度が高くならなかったのと、作業時間が膨大になってしまい、実用に足るところまで作ることができませんでした。今後改善したいと思います。振り返りです。グッドポイントは AI と一緒に創作をしている感があって楽しいこと、頭が疲れて思考が回らない状態でも何かは出来上がること、作家本人が作らなくても良いところです。もうポイントとしては、プロットまで作ろうとすると精度が出ないことと、作業に時間がかかりすぎること、 UI、UX が良くないこと、作家が自分好みにカスタマイズできるとさらに良いと思います。今回作ったデモを触っていただくことができます。スライドの QR コードをご利用ください。 Google コラボで公開しているので、ご自身のドライブにコピーして遊んでみてください。 OpenAI の API キーと Cloud API キーが必要なので、ご自身でご準備ください。出力例も少しですが公開しています。スライドの QR コードをご利用ください。セッチョ電子版漫画を公開しています。読んでいただけると大変嬉しいです。スライドの QR コードをご利用ください。最後までご覧くださりありがとうございました。マサでした。